1,2,3,4,5,6,7 7回目の手話の説明です。こちらですね。すべて、すべて、もう私はここだけなのよっていうときはこれ、もうこのここでもある、このコース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 、いろいろあるんだけども、まっすぐだったらもうこのコース、これ一直線よなんだけども、これもこれも、このコースも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 全部っていう時には全部、まあ、手の指の数から言ったらね、こっからここまでなんだけども、これをもっと広くと捉えて、もうこっからここまで、もう全部って感じなんだけども、まあ、とりあえず表面、こちら見える側だけだとして、すべて、左手、今右手ですべてってやってるんだけども、左手添えておいて、全部ってやってもいいし、もうここ全部ってやっても、まあ全部、どちらでもいいんですけども、すべて、すべては、だから本当は視線ももう声見えるところ全部にしたいのね。すべては、でもまあ手だけでも、すべては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 、でもいいです。美しい、美しい、手のひらに何かが置いてあると汚い、ゴミとか汚い、くちゃいとかね、やるんですけども、ここがもう何にもない、お綺麗さっぱりないわよ。綺麗、綺麗、綺麗ね、綺麗なお花、綺麗なお顔ですね、綺麗ですねっていう時に使います。美しいですね。すべてすべては美しい、この星の思い出、この辺やってますね。この星、星っていう手話はね、あの空にあるお星様あるんですけども、星とか星とか星とか星、まあいろんな星があるんですけども、この場合は地球のことを星っていうふうに、言ってるので、これは地球ってやりながら星って表してます。この星の、地球での思い出、思い出もね、もう前に勉強しました。懐かしいっていう手話も一緒ですね。思い出、すべては美しい、この星の思い出、はい、ですか、ここまででね。じゃあまたね。また。